トレース。できました。構想を頭の片隅に入れ、いけそうなものをピッピピーノピ、狙いの寸法ティトンティトン 10.0 ちょうどマイナス1ミリ、ティトティトン、ひまわし、最近知りましたというものがあるっていう、でやっ、あぶねえ、おお、引き回しのいいところですね。ノコギリを引くときに切れるんですけど、引き回しは押しても切れるし、引いても切れる引き回しですね。弱っ。よしよしよし。はめ合いコウさん。冷やして、こいつ温めるか。これボンドに。マイナス18度へポンポコリン。じゃない、一仕事一片付け、整理整頓清潔しつけ、あと一つ何だったっけか、菓子アマさんがゴチしてくれたスイカアイスとコーラ、種はないですね。手に取った瞬間カラーバス発動、 PE キャップ PP 容器が PE というキャップが PP と PE って書いてあるんですよ。 PP と PE っていうのがこうくっつくわけわかんないです。 PP はポリっていうのがこれですね、ポリエチネ、エチネ、おこれポリエチレン、はい、これです。プロピレン、プラスチックの一つでプロピレン重合させた水可塑性樹脂です。石油はポリエチレンに似ていますが、汎用樹脂の中では一番耐熱性があり、ポリエチレンに比べ引っ張り強さがあります。ポリプロピレン、プロピレン、ポリチエチレンにポリエチレン、なんじゃそれ。お先ってやつ、ばっかやん。溶接のことよくわかんないですけど、職人さんのね、あれ動きをね、目で見て、溶接の技術を流用。高テープ。はい、ここで一旦止めます。ペットくっつけるときにこの面ですね。こうやってこういう着面をこの増やして強化させると。こうまこうやってですね。こうですね。これまでいろいろなところで教えてもらってきた記録ノートの一部。ペット当てて、はいここドン32度。記憶は都合よく変わるので、記憶より記憶。こういうのつけとった、溶接じゃないんですけど、切り落とした全然見えば、めっちゃ見える、これがため末選手の憂鬱音状態ですか。夢中と集中により1時間が10分に感じ、30分が瞬きをする感じ。はい、ここで一旦止めます。こういった金属のピン、プレスの修理屋さんで働いてみたとき、片方を温め膨張させ、ピンをドライアイスで冷やし収縮させ、状態でロッドをバーナーで炙って膨張したところにはめ込んだのを思い出し、その工法を流用代替で年齢で1ミリ全分の1ミリの世界ですもんね。いろんな業界がありますもんね。はい、チーズの。あれ、縮んじゃった。うわー、失敗。やらかした、これ。温めたら逆にこいつが縮んじゃった。あ、失敗。縮んでもうた。うわー、しゃあないわ。うわー、これ。変な形になった。熱可塑性にかけてヌンプ。レモン汁バッテリーつけるのを忘れていた。うわ、そう、これ線取れた、線取れた。はい、充電しました。よし、何かやる上で問題はつきものです。なんかバッテリーが元気になますもんね。
界革命という本によれば、おそらく今、脳内マルヒネが出とる。